はい、どうも、はい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 、楽しい、おいしいご飯の時間ですよ、こわ。ごちそう、ごちそうしてます。さあ、ありがとうございます。今日一人で、松屋の米八さんで、米八で、買って食べたそうです。ちょっと、まあいいや、もうこのまま行きましょう。行きましょう。ちょっと待って、やばいやばい。もうちょっとあげよう。でその橋が余ってたんで、今日いろいろ買ったらしいですよ。いろいろ買ったらしいです。で、あ、そう。道に迷ったそうです。で、いろいろ相談して、助けてくれた女性がいたと。で、その女性の特徴は、例えば髪の毛が長いとか短いとか、そのバス停で一緒に探してくれたアンニアは、バス停だよ。髪の毛短かったとか長かったとか、茶色かったとか、ちょうど ボブっていう感じ。うん、そんぐらいの髪型のお姉さんで、洋服の色は？ん？洋服の色とか、スカートだったとか、ズボンだったとか、なんかないの？ああ、そこまでは。覚えてない。上半身のみかけてない。メガネはかけてなくて、ボブ、こんぐらいの髪の毛のお姉さんが、シュラッとした。スラッとした。もう聞こえてるな。スラッとしたお姉さんが、に質問したらしいです。そしたら親切丁寧に、わからないけど一緒になって考えてくれたんだね。そのアンニアもわからなかったけど、うん、アッケレはここだよっていうことはちょっとわからない、うん、でも一緒になって一生懸命考えてくれた優しい、東京にも優しい人はたくさんいるねというような話をしておりました。ちっちゃい、身長何センチ？身長何センチ？ 135？身長は何センチでしたっけ？145か。そんなに大きくない。いや、売れよ売れよ。私144かな。145ぐらいで、そのアンニャは155ぐらいか。160センチはないぐらいか。160は足りてないかも、うん、というぐらいのお姉さんが助けてくれたそうです。田舎者のパーパーばあちゃんを助けてくれた人、ありがとうございます。ご本人が見てないかもしれませんけれども、お友達で浅草松屋の横飛ばす、そっちで助けてくれた人がいたっつったら、うちのあんまを助けてくれた人かもしれません。東京の人は優しい人たくさんいるねと。ありがとう。まさに尊い話です。ありがとうございますと言っております。ありがとうございます。お伝えください。もし仲間にいらっしゃいましたら、そう言って喜んでおったということをお伝えください。よろしくお願いします。そして、僕はビールを飲もうかなと思ったんですけど、これ飲んでみたいってことなんで、あれ、コップは？あなた？いや、売れよ、売れね。同じ泡同士だから良い。たっとっと。これが飲めなかったら僕が飲みますから。はい。あの、僕の洗濯機はあって。浅草天才駅さんニューコードで販売しております。こんなガッチャになったやつ。そうです。美味しいですよ。こっちも美味しいです。乾杯、乾杯、乾杯。こいえんの晩酌で。あ、美味しい。やっぱ美味しいな。どう？美味しいでしょ。知らないけど。で、美味しいでしょ。のとるきね。ハイネッケーキさ、うん、飲めるということよ。ほんで美味しいでしょ、うんうん、で、これが買ってきた、これ僕大好きなんですけど、これ知らなかった。おこげのおにぎりがあるの、いいの見つけたね。どうだろう、昔ね、はい、アンマーが、うん、おいがくちかって何時期はこうするさ、アランドーっと、うん、時代だ、時代。いやでも、すっごい何時期好きなのよ、今の話は、アンマーが、僕から知ればパーファー。
母の母、ばあちゃんが、この人の母ちゃんが、この人には、男の人には、なんちげっちゅうのはおこげってことなんですけど、おこげは食べさせるもんじゃないよと、いうふうに教育したと、教育されたもんだと言ったんで、僕が、時代でしょうねと、昔はその男の人を立てるじゃないけど、大事。なんで、感じる意味あったんゲロクなんだ。何時期かでじゃ、衛生のおわびあげらせるものと、まずごいがきてから、衛生指導者の場所になろうと、うん。やっぱそういうことですよ。男の人に、何時期かじってその鍋の底をこうやってかじって削って食べさせるもんじゃないと、一番美味しくだけで上の方、うん、開いてもダメよ、上の方を取ってやるもんだと、うん、人から物をいただける場合に、うん、じゃあ行って、うん、ぎっちゃのきちゃっちゃ全部じゃあ行ってばじゃあ行ってば、うん、じゃあ行ってやるんがね、右行っていっぱいやらんぼに、うん、兄弟のって、うん、なあ、あげるときもいただくときも左手じゃなくて右手で、それかも両手でというふうに教わったという話をしております。やっぱりなんとなく勉強しちゃいだよ、もの、うん、あ、そうだ、聞いてないようできついだよ、うん、きついだよ、うん、やっぱり親の教え聞いてみようちゅうけど、それ何の歌か知らんけど、この深い気持ちです、何の歌か知らないけど、何の歌か知らないけど、うん、そんなのがあるの、そんなのがあるの、ある、うん、おいしい、それがせっかくお母さんってまさげさんの豆腐であって食べる？アサリだけ食べる？アサリだけ、うん、前じゃなくてアサリだけ、パラサンチわかったら嫌ね、やっぱしっかりみじふちみじふちなペットボトルのハッピー一本の人たらんたってやわなあろうと、またくだしがたくだしが、え、タクダシが、まあ、入れて、うっちゃしがちょっと、モードのんぱって、そう、タクブ、まあいいね、ん、昨日か、ピザ食べたんですよ、ピザ、チーズ、トローのやつが食べたい食べたいっていうもんだから、豪華にして、チーズだらけにして、トッピングで、そしたら、美味しいけど辛いと、まあ、塩気が強いと、辛いってスパイシーじゃなくて塩辛いで、もう水をどんだけ飲んでも足らんようになったと、そういう話をしてた。お茶がゆん飲む、お茶がゆん飲む、しまゆうとせん、うん、何なのそれ、本当にあるよそういう歌、誰を歌ってんの、かりゆしさん、うん、かりゆしバンド、そう、うん、うん、かりゆしバンド素晴らしい、大変言ったし覚えてないところがすごい、うん、それ違うな、わちゃがゆんぬぬ、わちゃがゆんぬ、しまゆせんじゃないな、そうだよね、しまあしびだわ、ん、しまあしびだわ、しまあしび、あいよあいよぬみじらしゃたんや、わちゃがしまぬしまあしゃれ、あいよあいよみじらしゃたんや、俺食べてたもん、わちゃがゆんぬぬしまゆうせんやまちゃ、いや違うだろ、わちゃがゆんぬぬしましびじゃないの、
愛を愛を見知らしたためや。これがぬるがゆのかもしれん。お漬物美味しいな。美味しいね。うん、美味しかった。一汁もぬげるこうってめんじ。めんじのんちゃん、これパチグラチ、ねえりにゃん。コロンのミシュガエサって。ミンジヌちゃん、コルパチグラッシー。はい。ミンジヌを食べ逃してみたいな感じで、はい。だしやん。ミシュあえて、もういいらんばない。まっさつくらんちもいら、お砂糖を入れて、ミシュカのっこできる。ほどよーく。ミンジヌ味のつて、うん。ミンジヌ、うん。うん。ネイルが真っ白のミンジの。ああ、そう。それはそれは。もっといい。味噌。砂糖。うん。ミンジの。と混ぜてね。うん。程よい甘さのやつあってよ、ミッション。はい。あるそばいいやろ、ほんとに。はい。また三十円。ゆぶねえし、ごじゅんたんもいてやまんのすが、もうなったんどきゃういったらがゆぶや。もうちょっと傷んできたというか、しなびてきた人参をどうするかっていうかっていう話を今してて、味噌ね、砂糖入れて。味噌は何味噌？あの絶対ね、もうチップの丸込み。やっぱそうだね。あれ買って、黒糖じゃなくてもいいし、もう黒糖蒸しまで、黒糖入れて、粉黒糖。贅沢。え？贅沢だわ。黒糖。うん。超贅沢。うん。これ中古の方って農家つけんがいいさって。あの黒糖やん。うん、昔言ったらあれして、あの食い焼き。あの食い焼きっていうのは、あの標準語でもないし、方言でもないでしょ。食い焼きっていうのは方言でもないよね。ないね。食い焼きの、うん、パパが作ったら食い焼きやん。人参なんかそれこそ無げたらあれ人参の中もっと入っとったよ。僕はね、あなたが習ったから食い焼きって言いますが、一般的に食い焼きと言わないでしょ。島でも食う焼きって言わないでしょ。食う焼きって言うさ。言う？言うさ。粉焼きでってや。いや、わかるわ。粉じゃ混ぜるって焼きが食う焼きで。もう分かる。僕はわかるけど。そうなの。それユンヌストバなの？ユンヌストバ？わちょ。普通に光沢ってやるんじゃん。そうに。そうね、前の駅だったらばんなこあっちんたろしけこやらんたくてやうらちょん熱く焼いたんこんなすくう焼きれいじがあっちソーダウフィ入れれば終わってきてはってもなあっちんで緊張わかるよ。あとぐりゃしもんやったろしけよ、わかりますよ。フレンチを滑ったらこっち中って農家を引いて組長さん、ごめんなさい。アンマーがもらったんですけど食べきれないということで僕がもらうことにしました。組長当てなし。これしっかりしよう。ちょっと食べる？エビカツやったぜ。グミちゃんの当たらし。もうそのまま置いてます。
空、ちょっと空焼きは何を入れてたって、パーパーは。パー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 、明太子やちゃんちゃん。もう入れて。もうええわ、この子はあの、タムネギないろ、タムネギ入れて。お好み焼きじゃない？え？お好み焼き。そんなもん言うね。うん。うん。本当にやん。しっかりしよう、これ。本当に？うん。ガッキャバ、ガッキャバ、ガッキャバ、ガッキャバ。そんな大きいのはいらない、そんな大きいは言わないって言ってたんですけど、食い替えて残して、食い替えて残していいよ、食い替えて残していいじゃん、食い替えていいって。うん、ほんとおいしい。どうもサイドはね、お姉さん、おいしい、ありがとう。のびちゃんさん、ありがとうございます。おいしくいただきました。あれも可愛くてよかったね。うん、あれもね、巾着。うん、巾着、巾着、巾着も可愛くてよかったね。うん。うん。うん。もう本当美味しいよ。おかわり成功って飲む時間も11時から。焼きそば粉を使ってまいりくもんちょうやビールで、おなビールはまだ自長千葉にも行ってられんとな。別に何でもいいがな。ん？別に何でもいいがな。ビールじゃなくてこれでもいいがな。これもあるんだから、これにする。だからあの昔のデニンタルもんのやつが飲んだら出たか。何、昔の何？昔から飲まらんたらもないしが、うん、立派に飲めた口でイエイチャアチベイエイチャイし飲んだらこうでいくと、うん、俺が名前のとこにあのまだジュニアパーって言ったって。食べていい？ありがとうございます。信じるわけもない、面白くもない、カータミン集まったのがって言われたら、まあそりゃそう、申し訳たったんし。あーし、ハブショ、いや、いいねこれ、バナナガンエタ、バナナ、ガンエタ、そうだった。コータコうん、お腹つねんの、うん、私に渡すなよと、私はもう食べたから私に渡すなよと言ってるんで、僕は全部食べます。わーちゃが屋のバナナはどうなってるの？さて俺みちこーちゃんみんげんきちまらんのなろうとしてた。倒れてるか。じゃあ、なろうとしてた？ん？バナナはなろうとしてましたか？パノを刺したのもいいところで、パナ、花は咲いてたのって。花咲いてるどころか、実がなってたって。あ、もうそうね。うん。出てくるときに。5段。あ、そう。うん。うちの庭のバナナは、もう実がなってきてたそうです。もう落ちてるね。ねえ、もう落ちてるね。芋のこうとんか、うん、通りとんか、どっちかよ、うん、残念、もう2ヶ月、3ヶ月出てる。はい。から、もうそのバナナは全部ダメになってますね。残念。別に。うちの庭のバナナ。
わしが一番なの好きやらんことないちがん、ヒューコレヒューコレチャーリュー大臣ちゃん、そうね、ミスミス当選中心腹立つかな、誰かに電話して開ければよかったね全部、うん、誰かあくんちゃんに電話して、うん、全部開ければよかったかな、ガンチャーちゃんちなのに赤っとるタクチバイのやつ油のわってがあくんちゃい、だったら僕があくんちゃんに行ったわ、うん、裏のあくんいないんだったら僕が電話してガチリガチリ、もしタッチコールギサルボタクチも近いうち、そうしようね、うん、目標嬉しい、一日二日しか行ってよ、そうよ、本当に下手すりゃ今のコートの方がジェイシが道見えたんでて、反対からとてもちいでこれをちゃんちん虫の輪のところから輪のついならんこと、うん、これなんじゃない、うん、泉や修士がのりをやったがまなあのもういちしでこれをちちゃがんちいしがおう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 おあったるものじゃもったいないちょうです、近所のエカがノリエカがこう食べてね食べなさいよって言うけど、ありがとうありがとうって言うんですけど、実際には取って食べれないと、虫がいる時しかできないでしょっていう話を、虫がいる前にロボワイドウトがなしってたばらっから何しなきねえのかなとかなんかろうタウトがなしじゃむれむれいつもどうこれダブリボーしっかりガーフェイクじゃわなダブリボー、うん、たまたま乗るやつからたばらったらあつなミスから、はい、ダブリ、そのダブリが方言じゃないのね、ダブリは俺はな、はい、氷ルロー焼きまとん冷蔵かな、うちて、うん、目の見えちゃったりやつも困るし、ほんと好きだね、その場、まあ、美味しくし、美味しい、美味しいのもだけど、もう食べないとダメだから、これ美味しいからって言って一人一個ずつ持って買ってきたんですよ、これで僕が開けて食べてるの置いておいて、で自分でも開けたもんだから急いで食べなきゃいけなくて、もうちょっと傷んできてた、でも自分も食べたから食べたかな、だから一個開けて二人でならならしてやればいいがな、よかった、あれにやった花なんなのほどいてワームってあがしきゃもろおらんたんなって、どうしてもワームって言ってガチャマやしたい部分がね、ここにあるのさ、子供の時もね、うん、何度ぐらい役さんが別に訳してもいいでしょ、うん、ガチレボフリアラはミシ、あのミシジマイの相談に、うん、ミシマイミシレーリーマイマイこのミシジマイの仕事なんちゅうの、あさりご飯ね、深川飯深川飯あいつの兄やさん、もう今シーレン見えちゅうたんなって何枚しっかり立ちこうしたんちゅうわが大好きっつうの、ああいいね、じゃあ立ち
これもち米のペンチューナって何だったの。カニヤカンタンチョアチョフォーマイカってもち米入れるボエってや、うん、僕もそうですよ。うん、本当は全速の人はもち米やコロンボが入ってるんだ。うわ、うん、なんで何も何かに書いてあるのを見た。全速持ってる人はもち米はあんま食べない方がいいらしいです。うん、何かに書いてるの見たって。あ、本当に。じゃあ餅もダメ。餅。そのことか知らんさ。じゃあ餅もダメ。ん？餅。餅よ。餅。そういうことよ。あ、違う。あんねんしっかり全速があって。あ、そう。発射に頑張って、うん、あ、そうね、雑誌がいっぱい立ってよくと過ぎたるように食い、あの過ぎたるは食いぶざるがごとしてこれこわそうか知らんぼ、うん、ほどほどやないんちげえらやとも思う。まあそうなんじゃない、うん、まあ、何事も過ぎは良くないから、うん、何でも過ぎるのは良くないからほどほどであれば。いかに家薬でも。ガシガシ。腹痛さっきのさっきの付き合これってよかったらってや。何でもすげえいかんちゃう話です。そういうことですよね。はい、ということで、今日は、多分、深川太郎だと思うんだよな。あさり飯、深川飯、ふが焼き半分、漬物、いや美味しかった。ふみこさん、玉ねぎ、ぐみちゃんさん、サンド、今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃうと、おやすみなさい。